モグラの新たな犠牲者となった新谷弁護士、その生前最後の通話履歴から矢上を破滅させた3年前の事件がよみがえる。病院から連れ去られ山に埋められた入院患者、矢上の弁護で罪を免れた容疑者大久保新平は、そのわずか一月後、包丁で刺した恋人寺沢恵美に火を放った。新谷弁護士殺害事件の重要参考人として話を聞かせてもらう。何だと？源田法律事務所の星野と言います。刑事さん、これは任意の同行ということですね。ええ。矢上さん、どうします？お断りします。何？ではそういうことですので、お引き取りを。大ごとにしたくなきゃ一緒に来た方がいいな。今だから任意で済んでんだ。そんな脅しは弁護士に通用しませんよ。あの、よそでやってもらえませんか？私も暇じゃない。法廷から逃げ打った弁護士には通じるんだよ。叩きゃ埃だらけだしな。おとなしくついてこい。札なんか取ったらこっちも引けなくなるぞ。取れるもんなら取ってこいよ。俺を疑う根拠はどうせ何もないんだ。なきゃ作ってやろうか。おい、よそでやってくれ。後悔するぞ。黒岩さん。君らも出て行け。その前に庄野さんと話をさせてもらえませんか？なんで新谷から電話がかかってきたのか、そのあたりを。だから庄野にも心当たりはないんだよ。さっきそう言ったろ。もうお引き取りを。わかりました。お忙しいところどうも。なんかいろいろ妙なことになりましたね。あの刑事、矢上さんを重要参考人だなんて。ああ、何言ってんだかわからねえけど、それより俺らがここに来てることがなぜか筒抜けだったな。そういえば警察はどうやって僕らの居場所？さあな。それより今は庄野だ。せっかくここまで来たんだし、なんとか直接話がしたい。ですね。どこで会えるか受付で聞いてみましょう。いらっしゃいませ。あの、さっきセンター長室にお邪魔してたものです。え？ああ、はい。何かお忘れ物でも？いや、急で恐縮なんですが、実はアドデックナインの庄野さんともお話ししたくて。どちらに伺えば会えますか？それですと、開発研究棟ですね。異常タンパク質の研究フロアだと思います。あ、もしかしてゴールドのカードキーがいるところ？ええ。でもセンター長の了解が取れればお貸し出しできます。ちょっと聞いてみますね。失礼ですが、もう一度お客様のお名前を。あ、なら悪いからいいです。木戸さん、さっき忙しくしてたから、また出直します。いいんですか？センター長の耳に入ったら絶対止められますもんな。でも一応庄野の居場所は分かったな。ええ、案内掲示板か何かあれば。
開発研究棟、ここか。受付の人、異常タンパク質のフロアとか言ってましたけど、この掲示板じゃ細かい場所まではわからないですね。地下駐車場、搬入口だ。出入りの業者なんかが車を止める。3年前に大久保のトラックを止めてたのもここだよ。怪しい。センター長室、俺らがさっきまでいた木戸の部屋だ。なんだ。センターの付属病院、確かこの4階フロアに枠老人の病室があった。どこだこれは。これが現在地だな。センターの受付ロビーだ。なんだ。セキュリティゲート、ここから奥が開発研究棟か。あの、すみません。何か。こちらの女性がショーノのスタッフで、ちょうどこれから開発研究棟へ戻ります。え？橋本と言います。もしよかったら私がショーノのところへご案内しますが。いいんですか？ええ。ぜひお願いします。よかった。今ちょうど橋本さんがここを通ったものですから。ありがとう。ではこちらへ。どうも助かります。矢上と言います。僕は源田法律事務所の星野です。ご親切にどうも。いえ、センター長のお客様ですから。ここはとにかく広いので案内もいるでしょうし、ご不便をおかけしてます。橋本さんはここではどういう。アドデック9の開発ユニット所属です。そのユニットリーダーが小野で、私は一番下っ端ですね。そういえば、アドデック9ってどういう意味なんですか？アドデックは先端創薬開発センター、アドバンスドドラッグデベロップメントセンターのイニシャルです。そこで開発される9番目の薬なので。だからアドデック9か。認知症ってまだ治す薬がないんですってね。今は病気の進行を抑えるのが精一杯だとか。でもだからアドテック9は期待されているんですよね。アルツハイマーを治せるって。ええ。日本で認知症の方って何人くらいいるかご存知ですか？多分何十万か100万人超えてるんですかね。ええ、2012年の時点で462万人です。そんなに。これが2025年には700万人、予備軍を含めると1300万、国民の9人に1人です。うえ。でも今の時点でもう施設はいっぱい。60過ぎの方が認知症の親を家で見てるとか、そんなケースもザラです。さらに世界で見ると、2050年の認知症患者は1億3500万人。つまりアドデック9が救おうとしているのは全世界の未来なんです。僕らさっき木戸さんに結構失礼な口聞いちゃってましたよね。まずかったかな。センター長は多分歴史に名が残る人ですよ。3年前から随分出世したんだな。道理で偉そうにしてた。こらこら。あちらに小野が。
じゃあ私はこれで。正野さん。八神さん、なんでどうやってここに。少しだけお話を伺いたいんです。いや困りますよ、センター長は知らないんですよね。どうされました。一ノ瀬さん、いやその正野さんが大声を上げるなんて珍しい。あんたさっきロビーで見たの。私は一ノ瀬と言います。厚生労働省の者でしてね、アドテックナインへの政治的な支援をしています。木戸さんはあんたを事務次官と。正野さんが迷惑がられてます。お引き取りは。事務次官っていうと官僚のトップですよね。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違いますよ。なるほど。正野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷はなんであなた宛てに電話したんです。だから新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりがあるはずだ。何もないって。もうお引き取りくだされ、センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。新谷弁護士は殺された後、犯人の手で両目をえぐられていました。それ以前にも神室町で似たような事件が3件起きています。正野さんはその事件のことを知っていますよ。もちろんニュースで見ました。それでも新谷から電話を受けた心当たりは。本当に何もない。ありませんよ。もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ。センター長、もう帰ったんじゃなかったのか。こそこそ何をやっている。新谷からの電話について話を。正野は何も知らないと言ったはずだ。ご本人の口からはっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。もう帰りますよ。行こう、星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣？厚労省の。ああ、風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。結局分からずじまいでしたね。新谷先生がなんであの正野さんに電話したか。八神さん、厚労大臣がどうのって話は最近神室町でも聞いた。はい。いつだった、あれは。誰と話した時に厚労大臣の名前が。真冬と話した時か。さあ、でも八神さん、最近真冬さんに会ったんですか、神室町で。最近は会ってないな。だとすると綾部からだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で風見大臣の名前を。確か初めはなんで関西の教令会が神室町に来たのかって話だったんだ。教令会は梶平って大手ゼネコンに使われてるらしい。でこの梶平が一時期都内の再開発を計画して会長自ら根回しに動いてた。
その交渉相手の一人が厚生労働省の風見大臣。はあ。けど都市開発だったら国土交通省とかじゃね？厚労大臣なんてお門違いだろ。何を根回しすることがある？確かにそうですけど、それってうちの事件と関係ありますかね？わからないな。梶平と風見が会って何を話していたかによる。それならうちの梶平担当が調べられるかも。ん？杉浦さんですよ。元梶平の社員だったんですよね。それだ。なるほどね。じゃあ梶平と風見大臣のつながりが分かればいいの？ああ。杉浦の方で何か探るつては？どうかな。でも調べてみるよ。助かる。そっちはまだ創薬センターだよね。少し時間くれる？何か分かったら電話するから。八神さん、僕は一旦事務所に戻りますね。沙織さんからメールが来てました。今服部って記者が押しかけてきてるそうなんで、八神さんに取材したいって。え？新谷先生の件を嗅ぎ回ってるみたいです。僕が代わりに追っ払っておきますよ。星野君は源田事務所の次期エースだな。いやいいですよそういうのは。本当に。うん？僕期待されたり責任重いの嫌なんで。だから誰かの2番手でいるのが一番向いてるなって。じゃあいつ独り立ちするんだ？ずっとしないですよ。僕は一生このまま一流の2番手で居続けたいんです。それじゃあ。